美人メーカーへようこそ。今回紹介するのは、女優、グラビアアイドルとして活動する、桜井紀穂さん。1998年5月31日生まれの24歳。身長163センチ。北海道出身。スリーサイズは、102、58、88のアイカップ。セールスポイントは、アイカップの大きな胸と、ファンに褒められるという目です。 特技はアルトサックスで、中学生の時に吹奏楽部に所属し、朝7時から夜8時まで練習していました。高校時代は全国吹奏楽コンクール、定編成の部で3年連続金賞受賞。好きな男性のタイプは、落ち着いていて地味っぽくて真面目な人。将来の夢は、たくさんの雑誌の表紙を飾れるグラビアアイドル。また、女優にも興味があるんだとか、憧れの、 週刊プレイボーイに出た際は、ベストな状態で挑みたいため、マイナス10キロのダイエットを果たしました。そんな桜井さんの経歴ですが、北海道でモデルとして活動していましたが、グラビアアイドルになりたくて上京、事務所を探していた際スカウトされ、2019年8月から撮影会で活動を始めます。2020年3月、ファースト DVD である、ミルキー、グラマーをリリースし、 アイカップの大きな胸が話題になります。2020年7月には、セカンド DVD、サマーメモリアルをリリース。2020年7月に放送された、ゴッドタンの企画、アイドル飲み姿、かわいい g p リモートの2回ピーに出演し、飲み姿がかわいいと話題になりました。お酒は好きですが、それほど強くなく、1杯や2杯で酔っ払い。 お酒を飲みすぎて収録中に寝てしまいました。2020年12月18日、YouTube 公式チャンネル、キホチャンネル解説。2021年4月、これまで所属していた事務所を退社し、フリーでの活動を経て、2022年7月現在、ライリーワークスに所属しています。2022年7月5日発売のフラッシュにて、100センチバスト奪還計画を企画し、 育て乳先生こと佐藤ゆかりさんと共に育て父にいそしみ、アストサイズが 90cm から 102cm と 12cm 成長し自己最高となるなど、今後も桜井紀穂さんから目が離せませんね。また、今回紹介した桜井紀穂さんの YouTube、インスタ、Twitter などは概要欄に貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。このチャンネルでは女優、 カイドルーモデル、女子アナなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。